小学4年生の頃にそのプロアマ戦っていう大会でプロを昇格して、そこからどんどん世界の大会に出れるようになってって、小学6年生の頃に日本でバックサイドダブルコーク1080って技を決めて、世界で初のダブルコーク1260っていう技を決めました。その技をやったことによってもっと世界に認められるようになってって、声をかけられるようになって X ゲーム出たっていう感じです。 X ゲームっていう大会はもうスノーボードの中では一番大きな大会で、招待制なんですよね。その X ゲーム側から声をかけられた人しか出れない大会で、滑る前にやっぱ自分はできる、絶対にできるっていうのを自分で言い聞かせて、ジャンプで決める技を全部想像しながら技に挑むっていうのを心がけました。ダブルコーク1260っていう技を決めて、その大技を決めたことによって、あ、自分も世界にもっと旅立ってるんだっていう自信も持てたし、世界に発信して自分の名前を知ってもらおうってすごい思いました。優勝してから、よしこれからだって時に、右膝の粉砕骨折をしてしまって、なんで自分なんだって思ってしまいました。触った時にもう膝が動かないし、もうムニムニしてて、もう膝がもうない状態みたいな、もうすぐ日本に帰れることもなく、もうずっとアメリカの、その家で寝たっきりっていうか、もう本当つまんなくて、何したらいいかも分かんないし、ちょっとめちゃくちゃ落ち込んじゃったですけど、怪我して本当にその時は良かったなって今はすごく思うんですけど、もっともっと今までよりも練習したいとか、リハビリトレーニングも本当人に負けないぐらいの練習の量したいとか、スノーボードって本当に自分にとって最高なものなんだなって思いました。スノーボードはもう一生自分はやっていくスポーツだと思っているので、これからももっともっと楽しくやり続けたいし、大会にも出て映像も残して、ホモってすごいよねって思われるような存在になりたいなって思います。アクションスポーツが見せてくれる夢、情熱と肉体が共鳴する瞬間の気高さ、力強さ、美しさ、その素晴らしい体験を全ての人に届けたい。アクションスポーツで人を、世界をもっともっとつないでいきたい。50周年の紫スポーツ、次の50年もどんな夢をつかもうか。さあ、前に進もう。